2023年4月、娘リンナと孫癖アリサ、日本の旅その4、4月14日、根津神社。モノレール、山手線、メトロ千代田線を乗り継ぎ、根津神社へ。羽田エクセルホテル東急の朝、8時16分、ホテルの窓から眼前に C 滑走路。エアドゥ特別塗装機ロコンジェット北海道。モノレールで浜松町駅へ。浜松町駅で山手線に乗り換え、9時28分東京駅を通過。西日暮里駅でメトロ千代田線に乗り換え、地下鉄根津駅で下車、徒歩700メートル10分根津神社へ。10時17分根津神社。満開のツツジが迎えてくれました。上橋と楼門、楼門は国指定重要文化財。根津神社は日本書紀にある大和武尊命が1900年近く前に創始した古社。東京10社の一社に数えられています。楼門、国指定重要文化財。ツツジ園、敷地は甲府藩主徳川家信、後の六代将軍の旧屋敷地で神社に献納された。社殿は1706年江戸幕府第五代将軍徳川綱吉による造営。社殿7棟が国の重要文化財に指定されています。
境内はツツジの名所として知られています。ツツジ園、旧甲府藩士邸時代に藩主家信が植えたのが最初。また根津神社の近くには文豪森鴎外や夏目漱石が住んだこともあるそうです。森鴎外は神社の氏子で、小説青年に根津神社は根津権現として登場しています。乙女稲荷の千本鳥居、乙女稲荷神社の千本鳥居。乙女稲荷神社。乙女稲荷神社は根津神社の造営時に境内西側の傾斜面つつじが丘の中腹におからをうがった方で祀られた。国指定重要文化財唐門と透塀。国指定重要文化財拝殿。
国指定重要文化財楼門。根津神社神楽殿前で正法のお絵描き。小学校低学年のようです。渋谷駅にハチ公に会いに行きました。長蛇の列でトゥーシャットは断念。渋谷もんじゃ焼き増田亭で昼食。浜松町駅からモノレールで羽田空港へ。